Hello everybody, we are Pro Users Group in Japan. From now, we're going to have a session in Japanese. Thank you for watching. はい、今安田さんから英語でご紹介いただきましたが、ここはワールドプロンデーとですが、東京からお伝えするということで、今回はレコーディングで、参加ということで、レコーディング、ビデオで参加ということで、我々プロンユーザーズグループジャパンから、約30分ぐらいの動画を、全体で30分ぐらいのものを、コンテンツをご提供しようかなというふうに思っています。私たちですね、毎回ワールドプロンで出ておりますが、まあ、日本向けにいろいろな、紹介を、プロンの紹介をするということをやってきました。で、今回もですね、日本語で、日本向けに、いろいろ紹介したいなと思ってるんですが、まあ、この後、プロンはメジャーバージョンアップ6というのが控えていて、その6に向けた、紹介というのを今回はメインにしたいと思っています。まずは、最初に約1分間の我々が作った、CM 動画。ちょっとかっこいい CM 動画を作ったので、ぜひそれをご覧いただいて。で、その後ですね、今日お二人今来てもらっていますが、安田さんと酒井さんに作っていただいた、使ってみようプロンシリーズ、ボリューム1ということで、ビデオ、約20分のビデオを YouTube に公開しておりますので、まあ、それをこの後流したいなというふうに思っています。作られた安田さん、どうでしたか、その今回、ビデオを作ってみて。そうですね、こういう YouTube に流すようなビデオに参加したの初めてだったんですけれども、なんていうんですかね、構想1時間、撮影も2時間ぐらいで、すごい。できちゃったみたいなところが、すごいスピード感だなと思いました。はい、でもありがとうございます。はい、結構ね、説明動画、安田さんの企画でいろいろ説明動画を作れたのですごい良かったなと思います。で、説明役に回った酒井さんの方どうでしたか？そうですね。普段からプローン5点台を使ったりはしてるんですけども、今回改めて、撮影にあたり、プローン6のアルファ版の最新版をちょっと使ってみまして、はい、やっぱ改めてその先進的なインターフェースとか、まあ、素晴らしいな、というふうに感じました。なので、まあ、これからですね、はい、まあ、続編の動画も含めてですね、ちょっとどんどん皆さんに情報を発信したいなと思いました。はい。素晴らしい。はい。では、今回はボリューム1をまずできましたので、まあ、それの紹介ということで、ワールドプロンデーということで、東京、日本のユーザーズグループ、東京からですね、ワールドプロンデーに参加するということで、やっていきます。皆さん、それでは楽しみにビデオを見てください。それでは、酒井さん、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。私の知り合いのですね、村田先生という人からですね、はい、研究室のポータルサイトをやりたいと、先日電話いただいた件ですね。はいはい、はい、そうです。で、何でしたっけ、プローン6でちょっとすぐなのかな、わかんないけどできそうっていうことなのでお願いしたいんですけれども、はい、プロン6の今最新版っていうのが出てて、それがアルファ版なんですけども、はいはい、それでやってもいいですか？はい、もう全然新しいの好きなので、はい、まあ、かなり、バリエーションができることが増えて、最新の UI でできますので、ぜひ試してみてください。はい、じゃあお願いします。はい、
じゃあ、早速なんですけど、プローン6の最新版を今、アルファ4っていうバージョンなんですけども、インストールして用意しておきました。うんうん、こちらが、はい、こちらの画面が今、その、インストールした一番最初の状態ですね。はい、さあさん初めて見ますよね、これね。そうですね。6っていうのは初めてなので。はい。これはまあ、まあ何もしてない状態で、ウェルカムトゥーボルトっていうふうに出てる画面ですね。はい。早速なんですけど、ここからまあまずログインするといろいろと編集ができるので、その辺見てみましょうか。はい、はい、お願いします。で、どうなる？はい。はい。これで今ログインした状態です。はい。あんまり変わってない気がするんですけど。そうなんですよね。パッと見わかんないんですけど、左側にちょっとメニューがこれ出てるんですね。メニューなんですけども。こちらに。はい。で、これがまあ出てくるとログインしてるっていうのがまあわかる状態ですね。なるほど。はい、これ何なんですか？このアイコン、マークみたいな。簡単にちょっと説明しますね。はい、上に一番あるのがこれが編集。ボタンですね。なので、うん、まあ、今表示している画面を編集するときにこのボタンを押してもらう。まあ、プローンのまあ特徴でもあるんですけど、まあ、見たものをその場ですぐ編集してみたいなことができるので、まあ、慣れてない方でも、まあ、比較的こうどこをどう編集するみたいなことがやりやすいかなと思います。ああ、そっかそっかそっか。もうその場で見たまんまってことですね。そうですね。はい。これ編集したいなと思ったらこのボタンを押してもらえればこのページを編集できると。あと、うん、この下のボタンが、まあ、コンテンツってこれ出てくるんですけど、まあ、コンテンツっていうのが、まあ、このページ一つ一つの要素、まあ、要素では、まあ、ページですとか画像ですとかそういったものになるんですが、そのコンテンツを、まあ、まとめて、管理するためのボタンになります。で、ここが、まあ、プラスボタンで追加ボタンですね。今言ったコンテンツ、ページを追加したりとか、画像を追加したりとかっていうところをしたい場合に、このボタンを押して、うん、まあ、こういったメニューで、このコンテンツが今、種類がいろいろあるので、まあ、このコンテンツの種類ごとに選んで、まあ、サイトを構築していくっていうのが、まあ、プローンの考え方ですね。これ2番目のコンテンツの、このアイコン、はい、フォルダの形してるみたいなんですけど、はい、これ押したらやっぱりフォルダの中が見えるってことですか？はい、実は、まあこれ今、コンテンツボタンを押したときに、中のこのフォルダの中をまあ見てるようなイメージになりますね。はい、なので、はいはい、まあ例えばこのニュースってこれフォルダの形してるの、これもフォルダなので、フォルダの中にまたコンテンツがあるみたいな感じで。ああ、なるほど。これ今ホームの中にいくつかフォルダがあったと思うんですけど、はい、ニュースとかイベントとか、これインストールしただけですよね。あ、もう最初の初期状態でこのニュース、うん、イベント、ユーザーっていうフォルダは、作られてます。うん、まあ、これ下はちょっと私の、うん、まあ、事前に、シミュレーションしてた段階なんですけど。ああ、なるほど。ありがとうございます。最初はこの3つのフォルダがあって、うん、まあ、プロのベースとなるような機能は、うん、まあ、最初からそのまま使いやすいようにっていうことで、まあ、必要なければこれを削除していただいてもいいですし、まあ、もっとホルダーを多く作って、その中にコンテンツを管理するっていうこともできます、ね。なるほど。はい。これなんか、そういえばこのニュースとかイベントとかって、上の方に出てた気がするんですけど。これ、バツボタンを押すとまた表示に戻ります。そうですね。はい、ここに、まあ、ここはグローバルナビゲーションっていう言われている、まあ、メニューに当たる部分ですね。で、まあ、このフローンの標準の仕様でいきますと、まあ、この第一トップ階層、ホームの下にあるフォルダーですとかコンテンツが自動的にここに表示されるような、そういう設定になっているので、例えば新しくフォルダーを作れば、ここにまた自動的にこうメニューが現れるような、そういう仕組みになってますね。でもインストールしただけでこのニュースとかイベントは使えるってことなんですね。あ、まあ、そうですね。本当に簡単なサイトだったらもうすぐ作り始められますね。うんうん、ありがとうございます。はい、じゃあ早速ですけど、まあまずトップページから触ってみましょうか。そうですね。はい。まあ、トップページにはやっぱり研究室の名前とかは入れたいですよね。ですよね。まず簡単に、この本当開けるんですよ。この編集ボタンを押すとピシッと。
お、そうするとこれが編集画面になりますね。なんか少しごちゃっとしてますけども、はいはい、まあ、ここが、まあ、このページのボディに当たる、まあ、コンテンツの記事がいっぱい入ってるところですね。一番上の、はい、今ウェルカムって書いてあるところが、なんていうか一番上に出てるタイトルに当たるんですかね。そうです。これはこのホームページのタイトルになるので、うん、まずここを 何買います？あ、前にいただいてた原稿がありましたね、それは。なんだっけ。こちらを見て。あ、ようこそですね。はい。ようこそ村田研究室ポータルサイトへっていう。あ、これですね、原稿いただいてた、ね。あ、そう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 。はい、これを、うん。ちょっと、今、でしちゃいますね。はい、はいはい、こんな形でまあタイトルが変わりました。なんかこれ右側が、はい、一緒に今変わった気がするんですけど、そうですね、こっちは実はあの、まあ、プロパティみたいなエリアがありまして、コンテンツ本体とはまた別にいろいろな、細かいこのページのサイトの設定ができるような、ページの設定ができるようなものになってます。でタイトルっていうのはこっちを変更してもこっちを変更しても実は一緒なんですよね。はい。で、あの、同時に変わるようになってます。なるほど、なるほど。で、まあ、ここはディスクリプションですね。一旦はちょっと消しておきましょうか。ああ、はい、なんか。はい。で、そうすると今こっちも、まあ、こっちも消えましたね。みたいな。ああ。まだベータ版なんで許してください。アルファ版なんでちょっと許してください。触っちゃダメでしたね。はい。なるほど、なるほど。ここはもう、一旦いらないので消しますね。下のもの、ここ の。そうですね。はい。一旦ちょっと、最初の初期状態のものは、これが一つ一つが、まあ文章がこう、ブロックっていうんですけど、まあこういうテキストエリアがこうあってですね。まあこれを直接ここを編集もできますし、なんかそ、ば、あの、ゴミ箱ボタンで消すこともできます。最初ちょっと。これ今、あの、線が少し入っているのが、はい、そうですね。今選ばれてるブロックだよってことですね。ここすね、ああ、なんか場所変えられちゃうんですか。はい、それ自由に変えられますんで。あらあら。はい、へえ。まあ一旦ちょっとクリアな状態から作りましょうか。わかりました。お願いします。はい、じゃあこれバツというか、あの、これ一体全部消します。まあちょっとまとめて消すボタンはないんですけど、まあ普段はあの、まっさらのページを編集することになるんですね。一旦じゃあこれで、はい、これがまあ、はい、真っさらな状態です。こっちもじゃあ右側も消しちゃいましょう。あ、そうかそうか、もう最初にこうやってやっていろいろ足してった方が、はい、まあ、ね、分かりやすい、作りやすいってことですかね。はい。一旦じゃあこれで保存させてもらっていいですか。うん、あ、お願いします、はい。はい。これどういう風になるんですかね。これはもうさっきのホームに戻っても何もない状態ですね。タイトルだけ、はい、この状態が、はい、になります、うん。はい。ここからじゃあ編集をちょっとどんなものがいいかちょっと教えてもらってもいいですか。ですね、このサイトのなんていうんですかね、目的みたいなのを書いたらいいのかなと思っていて、はい、このサイトは研究室内の、ね、ああそう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 、そうです、ね、それです、はい、それです。これもじゃあちょっとコピーらしていただいて、うん、まとめてコピーっちゃおうか。こんな感じですかね。はい。はい、でこれどんどんテキストのブロックをこう増やしていくような感じで。あ、この3つ今お知らせの掲示とか、はい、報告会や発表会の告知とか、はい、資料のアーカイブっていうのがあるんですけど、はい、これはあの、なんていうんですかね、点があって、あ、わかりました。箇条書き、あ、そうそう、箇条書きですね。箇条書きが出てこない。はい。はい。これにできます？では、実はここのテキスト、まあ標準だとこれただのテキストなんですけど、こう選択するといろいろとこう、はい、属性を変えることができます。あの、なので強調表示太字にしたりですとか、うんうんうん、例えばこう太字にしたりですとか、うん、まあ斜め車体、うんうん。あとはこういうアンダーパー、下線をつけたりとか消し線をつけたりとかっていう、まあ簡単な、だってここにある簡単な操作がここでできますね。はいはい、で今言った箇条書きはここに
ああ、ありますね。まあ、2タイプ選択できるんですけど、まあ、数字付きと、ただの、はい、中黒形式とどっちがいいですかね。うんうん、あ、これ数字じゃない方がいいなと。ね、はい、こっちがいいなと思います。あ、ちょっとこういった形で。この下に入れていく感じ、はい、なので、まあ、一個一個やっていく感じ。一個一個やるのもできますし、ここで改行を押すと、こうやって、はい、はい、はい。そこにもう一回。改行パターンがいいです。こっちに下に追加していく方がいいですかね。うん、じゃあこれをちょっと切り取って。まあそれどっちでもありだけど、ああ、なんか、あれだ、はい。なんだっけ、インデントした。はい。ああ、なるほど、なるほど、はい。で、じゃあこれも、そうですね。そうですね。はい。うんうんうん。で、改行して、ポッと。あれ、うん、おかしいですね。この辺の動きがまだベータ版、まあ、アルファ版なんですかね。なるほど。はい。本当だったらペコッといくはずなんだけどっていう感じ。ああ、はい、なるほど。ありがとうございます。はい。やっぱり一回消しちゃいますね、このブロシ。はいはい。はい。もう一個。これを消しちゃいます。はい、ありがとうございます。はい。そうですね、そうそうそう。こんなことに使えたらいいなっていう話をしてましたので、うん、ええー、これでぜひ。はい。はい。あとなんか、一回これで保存してみましょうか。うんうん、あ、こんな感じで出てきましたね。はい。はい。あと、なんか、画像とか入れます？試しに。ああ、そうですね。いいですね。画像を入れる場合も、実はこのブロックっていうのはテキストだけじゃなくてですね。はいはい、ここに、ここに、ブロックの選択ができるんですね、ここで実は。標準だとテキストなんですけど、ここで様々な、ブロックを選択することができるので、例えば画像を追加したい場合は、この画像っていうのを選んでいただきますと。はははは。はい。で、あ、なんか出ましたね。はい。で、ここで、まあ、画像をアップロードするんですけども、うんうん、ここのボタンですね、うん。ボタンを押すとアップロードすることができます。参照自分のパソコンから。ああ、そうですね。じゃあ私のいい感じの、はい、サンプルを入れておきますね。はい。はい。これで、うん、はいはい。これで、今アップロードされました。で、これも、まあ、例えばこう、ちょっと、小さくしたいとか、はい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 、S にしたいとか。っていう、まあ、こういった簡単な回り込ませたいとか、っていうような操作がこの右側のところで。これって回り込みででかくしたりとかもできちゃう？できますね。ああ、なるほど、なるほど。なので、まあ、はいはい、ただ、標準的なのはこれですかね。うん。で、まあ、見やすいですもんね。はい。どうですか？一回これで保存してみます。おお、なんか少し見栄えがしましたね。ね。なんかでも、あれですね、画像が一番上にあったりすると、こう、もっと、なんていうんですかね。そんなこと言いますか。なんか、インパクトがあるっていうか。できます。あ、そうですか。できます。これをなんか、ヒュッて動かしたりとか。はい、これを、おっと、待て。これを持ち上げてます、今。掴んでますね。掴んでる、掴んでる。掴んでますね。タイトルの上がいいですか？上がいいですね、うん。はい、起きました。あ、なるほど。あ、なんかでも楽勝じゃないですか。はい、へぇー。あ、なんかいいですね。メイン画像があって、はい。こんな感じで。なるほど、なるほど。こんな風にできるわけですね。はい、あとは、なんか他に、いや、とかいます？そんなに考えてなかったんですけど、あれですかね、やっぱ場所とか分かった方がいいから。地図入れましょうか。ええー、地図とかは。地図もあるんです。実は地図もあるんです。これか。マップスってあるじゃないですか。はい。これを指定してですね。はい。はい。で、ここに Google マップの、うん、はい、タグ、コードを埋め込むといいですね。ちょっと私のサンプルをじゃあ。どっか、まあ、どこでもいいんですけど、じゃあ、浅草寺にしましょう。試しになんで、浅草寺にしておきますね、はいはい。これは何をコピーすればいいんですかね。これで、Google マップのここの共有ってところからですね、この、埋め込み、地図を埋め込むためのこの、コードを取ることができるんですね。なので、これをまあ、はい、まあ、サイズとかも選べるんですけど、まあ、標準的な、まず中で入れてみますね。コピー。これだけです。はい、はい。はい。戻ります。
で、このコピーしたやつをここに貼り付けます。はい、この矢印をピッと押すと、なるほど、はい、これでもう出来上がりです。これでちゃんと住所とか書いといてね。あれ、まあそうですね。連絡先も入れてって。はい、ちゃんと、まあいい感じに収めてくれますので、はい、ぜひぜひ。こうやって、今は、でっかいパソコンで、はい、まあ、でっかくもないけど、パソコンで見てますよね。はい。これは、出先でモバイルでとかっていう時も大丈夫なんですかね。はぁ、い、大丈夫なんです。よかった、よかった。はい、あんまり気にしなくてもいい。もう全然、このまま、うん、レスポンシブなデザインをもう最初から標準で、なるほど。実装されてるので、開発者ツールで、まあ確かにね。おお、でもなんか、全然問題ないね、確かにこれは。はい。へえ。どうですか？もう。楽勝な感じがすごくしますね。はい、まあこれちょっと開発者ツールを使って、ブラウザーの機能でスマホを表示してますけども。なるほど。はい。こんな形で、見た目も全然綺麗ですよね。スマホにしても。そうですね。勝手に最適化してくれますし、あとメニューとかもこう、あ、ちゃんと、はい、はいはいはい、しっかりしてますね。こういう形になるので、これはぜひぜひおすすめです。ありがとうございます、はい、もうね、学生さんスマホしか使わないから。そうですよね、普段は。はい、こんな感じですよ。笹さん、 YouTube とかも入れたくないですか？まあ今チャンネルあるのかな、ちょっとわかんないけど、でもやってる人多いですからね。これからの時代はやっぱ YouTube でしょう。はい。実はこれも簡単にできるんですよ。そうなんですか。はい。ちょっと一回設定してみますね。はい、まあ、さっきのじゃ下に。あ、ビデオありますね。はい。ここで、ビデオのブロックっていうのがあるんで、まあ、さっきと同じような感じですね。地図と一緒で。これはまあ YouTube の方、ちょっと私のはいはい、おすすめの動画があるので、はい、こちらを、使いますね。はい。こちらで、この共有、先ほどと一緒ですね。共有をしていただいて、で、ここにあるコードがあるんですね。これ、YouTube をこう共有する場合の、これをコピっていただきます。これは、あれですか、これ埋め込むとかは押さなくて、最初に出てるやつをそのまま。あ、そうです。もうこのままの最初に出てくる、うんうんうん、まあ短縮されたコードっていうんですかね。うんうん、動画へのリンクですね。はい。それをコピーしていただいて、こちらの先ほどの、ここにコピペ。はい。で、この右ボタンを押すと。はい。これだけです。わお。はい。なんか入ってきましたね。で、これを。うん。保存していただいて、はい、すごい、なんか、はい、YouTube もYouTube も OK です。これ音楽流さない方がいいか、あ、流れないか、はい、うんうん、ありがとうございます。こんな感じで、はい、あとはまあ、そのどんどん追加していっても、まあ順番を入れ替えたければ、うん、先ほどのようにこのブロック自体をこう動かすことができるので、そうですね、はい。これは便利ですね。はい。ぜひお願いします。いや、なんか簡単そうですね。もうなんとなくこう、形になってきたんでしょ？じゃあちょっと次は、もう少し詳しい余計を聞いて、うん。まあでも、トップページできたんですけど、うん、ですね、さっきトップページに書いた、下の方に書いた、それぞれの、いやいや、それじゃなくても、今もうページに書いてある。下の方に書いてある。この3つ。これね、お知らせの掲示とか、うん、報告会や発表会の告知とか、うん、資料のアーカイブっていうことをやりたいなって思ってるんで、はい、これをなんかまあ順番に教えてもらえるといいかなって思ってます。ります。じゃあ次回はそれをやりましょう。はい。はい。ぜひお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、プロンユーザーズグループジャパン、東京からワールドプロンデーに、今回ビデオ参加ということで、させていただきました。皆さん、ビデオ見ていただき、見ていただきありがとうございます。いかがでしたでしょうか。ですね、我々はですね、毎月1回、この左側に出していますが、
プローン研究会というのをやっています。コンパス上にプローン JP という、ところがありますので、ここで、登録できます。最近は、オンラインでやってます。で、主にですね、プローンの情報交換とか、最近グローバルで起きている動きとか、そういうものを毎月勉強するという会です。そろそろリアル開催に戻したいなとは思っていますが、まだまだそういう状況ではないの、まあ、まだまだなかなかそれはできないなと思っているので、しばらくはオンラインと、まあできるときはハイブリッドでやる、みたいなことを考えています。まあ、ブローン、または CMS、最近ですと SPA サイト。まあ、そういう全般的なことですね。何か興味がもしある方がいらっしゃいましたら、気軽にご参加いただければいいな、というふうに思っています。はい。今回ね、ビデオ流しまして、どうでしょうかね。初めて作ったということで、安田さんにも先ほど、最初の時にオープニングでちょっと、お話しいただきましたが、どんな反響になりますかね。ちょっと怖いですか？いや、ちょっと怖いですね。怖いですよね、やっぱりね。怖いですね。坂井さんのどうですか。まあ楽しみですね、これからね。楽しみの方がいいって感じで。はい。はい。そうですね。我々もこういう情報を、まあ、グローバルで作られているプローンというものを、まあ日本語で情報を伝えたり、また、日本語で、英語でのフィードバックをしたり、いろんな情報を共有したり、いろんなことやってますので、ぜひ興味がある方はですね、我々のコミュニティに参加していただく。または、今後ビデオをどんどん増やしていく予定でいますので、ビデオを見ていただければいいな、というふうに思っています。ということで、これにて我々の、ワールドプロンデーの、セッションを終了とさせていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、またです。